東口高原駅は兵庫県豊岡市日高町日置屋座屋組にある西日本旅客鉄道3位本線の駅である。かつての地上駅車島式ホーム1面2線の列車交換設備を備えた地上駅である。かつては地上に駅舎があった。現在の京上駅舎は日高町が駅の表側と裏側を接続する陸橋として作ったものを改築して駅舎として使用している。 改札口は一箇所でエレベーターが設置されている。豊岡駅が管理する直営駅である。かつては旧伊豆市町との間を結んでいた伊豆市鉄道の起点駅であった。雨量計が設置されている。豊岡市統計所によると2017年度の1日平均乗車人員は587人であった。近年の1日平均乗車人員は以下の通りである。特急 河野鳥、木の先、浜風の隣の停車駅は、各列車記事を参照のこと。1955年3月25日に、日高町が成立したものの、所在地表示は変化しなかった。全ただしバスの特急バスや一部の路線バスは駅に入らず、駅近くの国道上にある、高原下半劇場停留所を経由する。ABCDEFG。 兵庫の鉄道全域 JR 三石神戸新聞総合出版センター2011年12月15日131ページ ISBN 9長7843億4300万 6028JR エバ新駅社間整日高町、神奈部高原への玄関口に毎日新聞 P252021 年春ダイヤ改正について 西日本旅客鉄道福知山支社、オリジナルの2020年12月18日時点におけるアーカイブ。https:/web.archive.org/web/20201218075722/https www.westjr.co.jp スラッシュプレススラッシュアーティクルスラッシュアイテムスラッシュ20121800福知山 PDF2020 年12月19日閲覧愛国家北近畿に拡大 JR 西日本福知山両端日日新聞オリジナルの2019年7月11日時点におけるアーカイブ h t t p s w e b a r c h i v e o r g w e b 2 0 1 9 0 7 1 1 1 0 0 9 3 1 h t t p s w w w r y o u t a n c o j p a r t i c l e s 2 0 1 9 0 7 8 9 1 5 0 2 0 2 0年12月19日閲覧。豊岡市統計書。 ありがとうございます。